宮沢先生が言ってましたが、芸術が今大事だみたいな、ね。感性がやっぱりちょっと錆びれてしまってるんですよね。多分僕もそうなんですけれども、お花を見て綺麗だなとか、空を見て星,星を見てなんかこう、すごい美しいなとかあ、宇宙って広いなとかって思う、そういう普通の当たり前の感性が、どうしても日常の忙しさだったりとか、便利さによって失われつつあるので、そういうやっぱりだからこそ芸術が大事だよってね。 宮沢先生が言ってたんですけども、芸術とか自分の好きなこととか、ワクワクすることとか、えー、そういうものを、あの、積極的にやっぱり自分に取り入れていかないと、普通に生活してると錆びるように今の時代になっちゃってるんですよね、残念ながら、うん。だから皆さんも感性のアンテナを錆びさせないように、定期的にちょっと磨いてあげて、自分の好きなこととか、ワクワクすることとか、やりたいこととか、感動することとか、えー、そういうことを意識的にね、 え、やっていくと、えー、いいんじゃないかなというふうに思ってます。だから僕は20代の時にパニック障害っていう病気になって5年ぐらい結構苦しかった時期があるんですけれども、まあそれで自分の人生の転機になったんですね。それがなかった、その時は本当に苦しかったんだけど、それがなかったら今の僕は絶対ないんですよ。その時にいろんなまあ自分の闇のような部分と向き合って、自分がいかに人の目を気にして生きてきたか。 自分がいかに我慢して生きてきたか、自分がいかに自分の気持ちに素直にならずに生きてきたかっていうことに気づいたので、それがきっかけになって、あの、本当に人生の転機になったんですよね。で、そこから僕も感性が本当に鈍っているなっていうことに気づいて、少しずつ少しずつ自分の感情とか感覚とか感性を、あの、サビをね、落としていったんですよね。 これちゃんと時間をかければね、戻していけれるようになってるので、だからそのためにはやっぱり自然に触れるとか、え自分のえ感情に素直になるとか、自分の感覚に素直になってえやりたいことをやってみるとか、そういう時間っていうのが本当に大事だなというふうに思います。あパニック障害治りません。ね、パニック障害は、まあ、なかなか本当に人によってね、違うのでね、症状は一概に言えないですけれども、でも僕が一つだけあの自分でやったのは、 あの、治らない自分のことを、えー、ちゃんと許してあげるっていうかね、これ本当に非常に難しいことなんですけれども、治らない自分はダメだっていうのは自己否定のエネルギーで自分で自分を攻撃しちゃってるんですよね。だから、えー、今治らなくても大丈夫だよって自分の味方になってあげる。これはパニック障害だけじゃなくて、病気、ど,どんな病気でもそうだと思うし、あとは自分の人生で思い通りにいかないとき、挫折したときとかうまくいかないときに、 どっかで僕たちこんな自分ダメだって自分のことを否定してたりするんですよね。だけどその自分を否定するっていうのはえ他でもない自分で自分のことを攻撃してることなので自分で自分の体を殴ってこうボコ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 やってるようなも,もんなんですよね。だから苦しいんですよ。だからそれをまずやめてあげるっていうことを、えー、やってあげてほしいなと思いますね。うん 病気であっても病気でなくても、えー、一人一人にはその人の存在に価値があるんだっていうことを思い出してあげてほしいなというふうに思います。